清水久志氏は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンターに所属している、調教師。父は、カルストン内藤などを所有した経験を持つ馬主の清水、さだみ妻は元 JRA 騎手の押田純子。義理の父は元 JRA 騎手の押田敏夫。義理の兄は、自給者の調教助手である、押田道郎。大阪府大阪市上東区生まれ。子供の頃から乗馬に通ったり、 馬と接する機会が多かったため、将来は馬に携わる仕事がしたいと思っていました。と語るように、競争馬に対しての興味を幼少期より持っていた。中学校は大阪市立上用中学校に進学し、部活は当時大阪市内は、愚か大阪府下では競合であった陸上部に所属していた。中学卒業後は親元を離れて、 滋賀県立離島高等学校に進学し、同校を卒業した。1997年1月より、JR 駅競馬学校休務員家庭に入学し、卒業後の7月から離島、浜田厚生旧社所属の休務員となるが、同月すぐに長教休務員に転校し、さらに12月には、長教助手に転校。ファレノプシスラを担当した。2009年、7度目の挑戦で、 JRA 調教師免許試験に合格。2月12日に合格が発表され、3月1日付で調教師免許免許を取得した。2009年4月3日、日本中央競馬会より6月21日付で、旧社開業告知がなされた。2013年3月31日、ダービー協チャレンジトロフィーで管理場の統計兵イが優勝。 自身初の重賞優勝となった。2015年10月25日、第76回菊花賞にて管理場の北サンブラックが優勝し、自身初の GI 競争制覇の栄誉を得た。2019年10月19日、オーストラリアコーフィールドカップにてメールドグラースが優勝。海外 G1 初制覇を成し遂げた。カッコ内は当該場の優勝重賞競争。 太字は GIQ 競争。ありがとうございます。